様、お集まりいただきましてありがとうございます。本日は寝法寺での座禅、またお抹茶や、いろいろな買い物やゲームなど、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこれから、尺八ライブを始めさせていただきたいと思います。愛媛大学非常勤講師であり尺八奏者の橋本学人さん先生に今日はお越しいただいております。簡単に紹介をさせていただきます。幼少の頃より尺八に親しみ、さまざまなコンクールで優秀な成績を収められました。でまた、歌手の石川さゆり、浅岡美希さんらと共演、また、テレビの CM 音楽の制作、尺八の指導などを行う傍ら、海外でも精力的に講演活動をされております。実はここ大津でも、尺八の指導をしておられます。麻生の久米、大津駅の近くの西大津駅の近くの久米公民館で月2回、尺八の指導をされております。ご多忙の中本日お越しをいただきまして、本当にありがとうございます。それでは、早速始めさせていただきたいと思います。それではお席にお着きください。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。なんか久々に元気のいい子供たち見て感動しています。では、僕のテーマ曲からまずお届けいたします。